道草ですか？始めますか。ここが奈落の城。なんと禍々しい容器か。ようやくお出ましのようですね。これはこれは奉仕殿、よくぞ参られた。奈落よ、我が祖父から続く因が今こそ終止符をつけてやる。よかろう、この奈落が相手をしてやる。お前も祖父や父のように朽ち果てるがいい。この場で朽ち果てるのはお前の方だ。奈落、成敗する。必ず仕留める。敵ではないな。いざいざ、一本目勝負。極よ、くそれ。極よ、清めタック。極よ、極よ、くそれ。行きます、清め玉へ。行きます、くそれ。極よ、極よ、行きます、くそれ。行きます、行きます。極よ、極よ、極よ、くそれ。幻影殺、くそくそ、成敗。カザーマ、くそくそ、極よ、くそれ、くそれ、くそれ。行きます、極よ、行きます、極よ、ゆっくり行きます、行きます。カザーナ、幻影殺。行きます、行きます。あっ、あっ、あっ、甘いわ。決着、敗者弥勒。祖父のように朽ち果てるがいい。おのれ、奈落。愚かな。どうしよう、貴様などその風穴がなければただの人間に過ぎんのだ。必ず仕留める。敵ではないな。いざいざ、一本目勝負。極よ、それ、それ、それ、清め玉へ。極よ、それ、それ、極よ、それ、それ、極よ。行きます、極よ、行きます、行きます。極よ、それ、極よ。これに耐えられるかな。それ、カザーナ。ごめん。行きます、極よ。決着、勝者弥勒。これで風穴の呪縛から解放される。なんとか倒せましたが、さすがに手こずりましたね。はあ、今は少しでも休みたい気分ですな。
犬夜叉戦国おとぎ合戦、一緒にやりましょう。太地屋の力を見せてやろう。私の名はサンゴ、妖怪太地屋の生き残り。我が一族をこのような目に遭わせたのは奈落だ。そうとも知らずに各地に散った死魂のかけらを追っている犬夜叉たちを敵だと信じ込み戦いを挑んだ。しかし全てが奈落の卑怯な罠だと知った時、カゴメちゃん、犬夜叉、奉仕様、尻尾、みんな新たな仲間として優しく迎え入れてくれた。私はいつか必ず奈落を追い詰め、奈落を倒す。そして必ず我が弟琥珀をこの手に取り戻してやる。私たちの旅はこれからもまだまだ続く。始めるよ。よう、お前はサンゴとか言ったか。こんなところまで妖怪退治か。あんたこそ何をしてる。カゴメちゃんなら一緒じゃないよ。へっ、そんなことくらい俺の鼻で分かってら。そんなことより妖怪専門の退治屋の技ってやつを見せてくんねえか。それとも甲賀様には通用しねえ技なのか。私は妖怪専門の退治屋だよ。いくら知った顔だからってそこまで言われたら黙ってらんないよ。てめえの言う妖怪専門ってのがどれほどのもんか見せてもらうぜ。いっちょ、人暴れでもすっかり。始めるぜ。いざいざ、一本目勝負、行くよ。妖怪相手なんだ、容赦しないよ。どうだ、退治屋の実力は。私だって奈落と戦えるんだ。何この妖気、こんな強い妖気を感じたのは初めてだ。この妖気は殺生丸か、それに神楽まで。一体どうしてあの二人が。よっ、始めるよ。どうやら客人のようですね。貴様が探しておるのはこいつかな。確かにこの邪剣、死魂のかけらを持っておるぞ。だがこのかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。貴様のようなやつに渡すわけにはいかん。
欲しければ力ずくで奪ってみせよ。いい度胸してるじゃない。いざいざ。開いた。やりよるわ。摂政丸様に一体何と申し上げたらよいか。まあまあだった。摂政丸への言い訳考えといた方がいいよ。始めるよ。お前は奈落から生まれたカムラ。なんで人間の女と暇つぶしにちょうどいいや。あんた私の人形になっとくれよ。人間の死体を操るなんて許せない。私は妖怪専門の退治屋なんだ。お前も退治してやる。人間のくせに生きがりやがって。やれるもんならやってみな。逃げ場はないよ。悪く思うなよ。いざいざ。一本目勝負。いくよ。やっやっカンナ、いくよ。一気に叩く。奈落の分身、覚悟しな。どうだい、自分がやられる気分は。そうやって罪のない人々をあんたは殺したんだよ。地獄へ行って反省しな。よっ、始めるよ。ミョウガジー、こんなところにいたんだ。その岩に何かあるの？おお、ちょうど良いところに。実はこの岩の隙間にシコンのかけらが挟まってるんじゃが、残念ながらこのミョウガではこれだけ大きな岩を砕いて取り出すことは不可能ですじゃ。というわけですので、あとはよろしく頼みましたぞ。けど、シコンのかけらがあるなら放ってはおけないね。